はい、皆様こんにちは、ヘナクリ院長です。すでに動画を見てくれた方はご存知だと思いますが、僕自身は、痛みにものすごく弱いです。インフルエンザの予防接種ですら嫌なんですよね。なぜなら痛いからです。そんな僕がどうやってヒゲ脱毛を完了させたのかをお伝えしようと思います。まず大前提なんですけど、脱毛は最初が一番痛いです。で、回数重ねるごとに痛くなくなるので、初めは耐えれれば続けられます。で、なんで痛いかっていうと、レーザーのエネルギーをメラニンに反応させて熱に変換します。そこで脱毛させるんですけど、毛の量と密度が高いほどそのエネルギーが熱に変わって、神経に作用するので痛くなります。なので初めが一番毛の量と密度が高いので一番痛いです。重ねると痛くなくなります。はい。で、初めての時は僕は恐怖で怯え、涙を流しながら処置されました。痛みなんですけど、初めは何にも麻酔とか使わずにやったので、痛みどのぐらいだったかというと、皮膚をねじりちぎられるぐらいでしたね。そこで、1回目が痛すぎたので、次、どうやって痛みを軽減させるかを考えました。で、たどり着いたのが、1つ目は麻酔クリーム、で2つ目がこのチクチクボール、で3つ目が正気麻酔。これは別の動画で、紹介しています。こう麻酔がいろいろあるので、うまく使えばどんな方でも脱毛を完了できると思います。痛みをね、少し工夫して我慢するだけで、ひげ剃りとか、毎朝時間使ったりお金かかることから解放されて自由になりますので、皆さんもよかったら脱毛してみてください。はい、ありがとうございました。